セルゲイ・キスラクとセルゲイ・ペスコフ中パキスタンロシア大使、セルゲイ・イワノビチ・キスラクは、ロシアの外交官。2008年から2017年までロシア、連邦中米大使。1973年に、モスクワ工学、物理大学を卒業。1977年に、外国貿易省附属アカデミーを修了後、ソ連外務省に入省。1995年、 外務省安全保障、軍縮局長兼外務省付属高級学校メンバー。1998年、中ベルギー大使圏北、大西洋条約機構をロシア常任代表。2003年、外務次官。南北アメリカ諸国と国際安全保障問題、軍縮を担当した。英語とフランス語に堪能。2008年4月11日、日露安保協議のため訪日。 2008年7月26日、ドミートリー・メドベージェフ大統領は、中米大使に任命する大統領令に署名した。ロシア連邦大統領令 26.07-2008N1122 ロシア大統領報道情報局。2012年2月5日閲覧。ありがとうございます。